2011年よりシリーズが始まった完成品トイブランドメタルビルド。さまざまなクリエイターの手を介し、超合金から引き継いだ金属を使用したプロダクト、作品に応じたデザインアレンジを融合させた究極を目指す完成品トイブランド。10周年となる2021年を迎え、その展開は新たなステージ。機動戦士ガンダムシード、機動戦士ガンダム00シリーズに加え、今後は宇宙世紀の作品からの商品展開を加速。ガンダムシードからはフリーダムガンダムに続き、待望のジャスティスガンダムが発売決定。ガンダム00からは史上初立体化となるガンダムドゥナムスリペア3が登場。さらに鋼より生まれし竜、メタルビルドの初のスピンオフブランドが登場。竜の鱗のごとき可動外装と魂の内部構造を持つ新機構で新たな作品群を展開。企画、設計、生産まで延べ約2年間、総組み立て工程約400工程、塗装・彩色工程約800工程、総パーツ数平均約500パーツ、多くの工程、さまざまなこだわりによって作り上げられる完成品トイブランドメタルビルド。10周年を迎え、さらなる展開へ。